そっかそっかちょっと配信に愛理ちゃんがいますっていう意味で言いました。そうです、ありがとうございます。本日してるけど、バースデー、誕生日なんです、さえちゃん誕生日、ありがとうございます。田辺っちさんありがとうだわ、ありがとうございます。アロンさんありがとう、タワーありがとうね、誕生日を今日はリハーサル朝からしてて、フリーレを結構ボサボサな状態でだったんですけど、見事に綺麗になりました、うん、少しアイロンをし直しました。そうなのよ、誕生日昨日はお祝いしたんだよね、ありがとうございます。そう、昨日もお祝いして、ゆずこしょうさんありがとうございます。あいちの声かわいい、え嬉しい、私ですか、友達やん、友達やん、ありがとう友達やん。さえちゃんかわいい。え、あの昨日ね、わーい、嵐さんありがとうございました。昨日ね、あの配信してからご飯行って、さえちゃんにあの言ってなかった、あのどこ行くか言わずに、昨日の夜は愛理ちゃんがあのディナーに連れて行ってくれましたまずカフェ行ったんだよね。そう、カフェ行って写真、さえちゃん写真撮りたいかなと思って、なんか映えすごいおしゃれなカフェに行って、なんかバースデープレートみたいなのネットで予約してたんですけど、なんかそう、うまく成功した嬉しい、うまく成功して、うん、その後ディナーに、うん、あの美味しかった、行きました。で初めて行ったお店だったんですけど美味しかったね、美味しかった。としあきさん、タワーありがとうね、めっちゃ美味しかったです、ありがとう。ヤマケンさん、タワーありがとうございます。チャットとかに送ろうかなって思ってます、そういう、みんなありがとう、みんなのメッセージもしっかり見てます。今日はリハがあったから、あのメンバーもお祝いしてくれて、でなんで私が今愛理ちゃん力配信してるかというと、うん、あのですね、今日リハから帰ってきて、私はじゃーん、急いでケーキを作ってくれまして、そう、あいにもそっちの画面に、あ、映りにおいで、うん、これを作った情報にこれ作ったんだよ自分で、あいりが、かわいい、すごくない、急いでね、急いでリハ帰ってきて、あのそう作って、さえちゃんが好きそうなデザインにしてね、リボンでいっぱいお家で写真撮って、あとでね、そう、載せますね、お洋服とめっちゃ合ってたからよかった、はい、私たまたまこの服であの来たんですけど、ぴったり合ってました。ちょっとあっちの配信でもいい、ファンの方にもお見せするすごくない、見て、私が作ったケーキ、もう本当にこれすごくない、私初めてなんかケーキ初めて作ってくれました。よし、ありがとう、お城ありがとうございます。さえハッピーバースデーって書いてあるんですけど、あの愛理ちゃんって意外と器用だなって、うん、ここ最近あのバケツを、うん、コンサートで使うギャルバケツのデコーリをやってくれたところから、うん、あら意外と器用なんかなって思って、で今日ケーキを作れるってことにびっくりしました、ね、この流行ってるんですよ、このねリボンのケーキで、あり頼もうと思ったの、どっかのオーダーで、うんうん、だけど自分で作ってみようかなってなって、すごい、うん、頑張って、なおやくさん
ありがとうだわ。イエーイ。そう、これをね、ありがとうね、あの写真いっぱい撮ったんで、さやちゃんがねインスタにね載せて、愛知いいお嫁さんになるでって。そうなんですよ、私ね結構できるんだよね、いろいろできる女なんだよね。やればできるんだよね。かわいい、すごい、超かわいい、嬉しい。なんか自分って意外とセンス、なんかさやちゃんと仲良くなってから、うん、良くなってきてるかもなって、やった気づいた。そう、センスがかのね、違う、眠ってたセンス、眠ってたんだよね今まで。そう、眠ってただけですからあったけど、あったけど、うん、ちょっとあの発揮しできてなかった。なるほど。さやちゃんに、うん、なんか開花させてもらったって感じ。さやちゃんのおかげ、まあまあまあ、はい、でも確かになんか、うん、あの、うん、私、これいいか言って、うん、私が欲しいなって思ってたものがあって、うん、あ、そうだ、むしろだ私がすごい欲しい、これ欲しいなってずっと思ってて、よし買おうって思った時に、愛理ちゃんにこれ可愛くない、これ買おうと思うんだって言ったら、愛理ちゃんの動きが止まってえみたいな、え買ってないよねまだって言われて、なんでだろうって思ったら、私にちょうどお誕生日にあげようとくれようとしていたものだったらしくて、うん、で本当は秘密にしたかったんだよね。そう、秘密にしたかったんだけど、さやちゃんが買おうとしちゃった目の前でで、えなって、もう焦った結果もうバレましたなんかすごいね、あの、ええみたいな、ええ買った、えなんでみたいな、急にでもうバレたんですけど、さやちゃんが本当に欲しかったやつを私は買ったんで、すごくない。あ、そうです、それで思い出した、あれまださやちゃんプレゼントあげてない。あ、本当だ、ちょうだい。え、もう今あげる。いやいやいや、後で、うん、いいよ、今でもいいけど、後でね、OK。そう、びっくりしました、誕生日そこで知りました。それくれるんだ、とどまってよかった。あのまだカートに入れてた状態だったので、危なかった、危ないというかもうねギリアウトというかもうバレちゃったんでね、ま、でもまあ喜んでくれるかなと。猫、アリマルちゃん、タワーありがとう。こんばんは。嬉しい。あ、タイちゃん。タイちゃんこれ食べたいケーキ。でももったいないね。いいよ。食べても。でも全然なんか。みんな食べに来てください。フードロス。今日ね、うん、今日あのリハ終わりにそのめ。スタッフさんがケーキ用意してくださってて、うん、でいただいたんですけど、うん、まず一番にエレタンが、うん、サイピョンケーキ食べていいって言ってて、うん、これ去年も全く同じことをエレが言ってたんですねだからいやもう一番にエレに食べさせようってそれを思ってて、うん、いいよって言って、そしたら結構みんなメンバー、うん、みんなで食べてて、ね、あのプレートの部分はみーちゃんが食べたんですけどあーそうだそう、エレタンあげてで、みーちゃん食べたり、みんな他の後輩たちもみんな食べてたんですけど、うん、ほんと秒でなくなったよね、うん、気づいたらもう全部なくなって、やっぱリハ終わりですっごいみんな疲れてて、今日難しかったし、フリーで、うん、ほんとにね、もうケーキが秒でなくなりました。みんな、もう何人も囲んで食べてましたね。早かった。で、昨日もモモ局のスタッフさんにケーキをいただきまして、ありがたいです。さやちゃんももちろん食べました。一口目は私がいただきました。そう、あのね、去年もエレがその一口目を食べている写真が残ってます、私の携帯に懐
難しかったね、振り。うん、すっごい難しかった。ちょっとちょっと難易度高めでしたね、今日。あ、バレてる、不義理ってバレてる不義理難しい曲なんだ。あ、ここここ、ありがとう。あのさ、うん、スタコレ、あー、スタコレまだ、また届いてたんで、ちょっとまた今日開けてみます。なんか、スタコレ、そう、始まって、あの、まだちょっと様子見してる方も多いと思うんですけど、今後、どんどんね、うん、めっちゃ送ってくれてる、みんな、ありがとうございます。追加される、されていくみたいで、いろいろ。しかも、なんかその自分が、私この前やったじゃん、配信で。自分が選んだ、あれだから、あの写真、ちょっとみんなより知識あったんで、みんなに今日教えました自分が選んだ写真をこれどうすんのとかいうメンバーの方に教えました。が買えるようになるんですって、秋ぐらいに。どんどんそれじゃあ開けます。聞いて、愛理ちゃんめっちゃ出るの。私、愛理ちゃん、あきちゃん、行くのとかがめっちゃ出て、自分が本当に出ない。じゃあまずせなちゃんの使い風。あ、今日もね、届いてたので、さやちゃん、それ一気にね、あ、何スキップ一気に、あの、開封しても誰から届いてか分かるよ。どうやって一気に開封するの。一気に、あの、すべてを見るで、未開封でこうポチって全部選択したら、 あの、何、誰がそのカードを送ってくるとか分かるんだ。あ、メンバープロデューサーいいよね。そうそう、メンバープロデューサーのパックとかも今後出てくるから、はじめましてのナナカスーパーレア、今のうちにちょっとこう、なんかいろいろ可愛いギャル触ってと、ゆいなちゃんとひじりのノーマル。あ、ありがとう、こう、せなちゃん、ありがとう。なに、これすべて開封とかあったんだ。うん、あるね。でも誰から届いたかは分かる。そうそう、ズキさん、ありがとう。そうなの。通りすがりの名もなき通行人、なんか動物の森の名前みたいさんから2つ届いてましたので開きたいと思います。あ、ゾウキンさん、ありがとう。ダン。でもファンの、あ、じゃあ今日スタッフさんに言われたんですけど、スタコレ、みーちゃん、今ゆいなちゃん、あひーろ、すごいねって言われました。藤子子ゆなちゃん、すごい、ひじりのカード、ありがとうございます。すごい、あの、そう言っていただけて嬉しかった。まあ、あのスタッフさんに、あいりちゃん出ませんね。アイリちゃんがいたらアイリちゃんが出ません。あ、なんででしょうか。朝の6時20分に送った。え、かわいい。早起きすぎん。運営さんが見てた。そう、見てるから。うん、あの、これすごいな。何、すべて一気に開封できたの、うん、あ、届いてた。その方が、うん、あれか、時間がかからないってことか。そう、でも誰から届いたやつかはちゃんと見えるから、いいんだね。そうそうそう、素晴らしい。それはだいぶ理解してきたよ。あ、でも今のうちにこうポイントとか貯めてたら、さえちゃん不在の誕生日会した。ありがとう。そうそう、そういう写真も見てます、皆さん。私のパック早く販売したいな。ありがとうございます。で、私スタッフさんに言ったんです、あの、うん、誕生日だから誕生日パックを出したいって言って、うん、でも、あの、始まったばっかりすぎて6月は間に合わなかったんですよ。そう、でもやるんだって。そうで、やるって言われたけど、うん、間に合わなかったのよね。ちょっと早かったね誕生日が早かった。そう、だから私も2月の時は多分あるよ。申し訳ない、誕生日パック、ね、でもなんか、でも、あ、でも誕生日だけじゃなくてね、あれセルフ
ック、セルフプロデュースパックみたいなのを多分販売されるんで、メンバーが、そう、今月からこれが始まったので、 あの6月なんで私を間に合わなくて、楽しみにします、お願いします、ありがとうね。なんか誕生日パックあったら引いてくれました。そう、ダメだったんです、まだ間に合わずで、いろいろ間に合わずで、結局生誕祭のバックプリントも私の誕生日は間に合わずだ、なので、ありがとう、そんなことは置いといて、設定してるよ、ダン、楽しみ、そうそう、みんなのアルバムとか見に行ってる、アローンさんからいただきました、見に行ってる、プグさん、あ、今この方があのこのスタコレのやつ送ってくださった、え、そうなん、うん、アローンさん、モッツン、アリマルちゃん、ナオヤクスさん、ミオちゃん、ありがとう、あ、いた、言わせていただくと、私ゼロ、みんな、さえちゃんゼロなんですけど、あ、今日はどういうことこれ。ホクピグさんのやつがメイちゃん、モカちゃん、ユナちゃん、あ、すごいこれ、めちゃめちゃ7期生いっぱい、あ、生写がでも初めてのカードもあります。いや、あのスタコレは、セルフプロデュースっていうのは生写真とかじゃなくて、ユエルのスーパーレア、これ初めて、写真とか動画だったり、音声付きの動画だったり、ありがとう、アローンさんからの、まあ、自分で撮るものだね、あの生写で撮ってもらうとかじゃなくて、自分でセルフでさえちゃん、まあ、撮ったものをあのみんなに、さえちゃん本当に出ないんですよね、パックとして販売するっていうことなんで、だからまあちょっと普段なかなかこれ初めてメールやチャットには送らない、アミューちゃんのスーパーレア、違う写真、もっつんからとかを、まあ、そこ限定での、下これ限定のシーンをピグさんのパックを送る、あの販売できるかな、スタジオとかだと、モカちゃんの、まあ、スタジオで撮るやつはあの違うパックで販売されます、これから、あ、これ持ってた、全部あのほらなんだっけ、チャットのさ、アリマルちゃんのやつもいる、今セーラー服の下、これでスーパーレア、レアのさ、夏の課外授業の、ありがとう、なんか限定のやつ出てるじゃん、下これでセーラー服着てるやつ、あれもスタジオで撮ったやつなんで、それかな、そういう感じでスタジオで撮るやつもちゃんと販売はされます、下これ、うん、で SNS は忙しいで、あのトレード言ったのよ、トレード、スタッフさんにトレードってできないんですかねみたいな、言ったら多分今のところちょっとトレードはまあちょっとすぐにはできないっぽかったんですよ、なんでかっていうと、なんかアイヤだと、ケンタさん、あのすごい、ゲームをするっていうことにあの皆さん重きを置いてくださるから、カードをねトレードしても、私めっ、まあ、もう210枚持ってるカード、みんなのいいこと尽くしなんですけど、なんかとしあきさんのやつ開封します、こっちのスタコレでトレードしてしまう、トレードが可能になってしまうとちょっと数日前にめっちゃ聞いた方がいいかなっていうのが、本当に何度もこれ聞かせてます、トレードしてしまうとあのまあちょっとすごい売れなくなってしまう、ちゃんパック、正直に言うとパックが売れなくなってしまうじゃん、そのもうなんて言うんだろう、自分で引かずにトレードできるともう全く利益が多分生まれなくなってしまう部分もあるから、あのまあ本当にカードを集めるコンテンツではあるので、本当に正直に話すとあのパックが売れなくなっちゃうから、トレードはちょっと、うーん、今んとこあんまり考えてなさそうな、いや、どうなんだ、検討してくれてるのかわかんないんだけど、早く出したい、私のパック、なんかそんな感じで言わ
んですよ、私が聞いたんですけど、大人の方に。スーパーレアは現状そんな感じかな。これ、うん、なんか本当にレアなカードをこうね集めてもらう、これスーパーレアです、まあ、引いてノーマルはこうやつっていうコンテンツでもあるので、スーパー変なタイミングで、ね、タワー来た、ありがとう、あらしさんありがとうございました。わしゅんたろうさんタワーありがとう。何そう決めてもらうことなんで、まあ全然誕生日おめでとう、ありがとう。買ってくれる人だけ買って、プレゼント送ってくれる方だけ本当にそう、愛知いつもさえちゃんの隣で語ってて可愛い本当さえ、ね、こんなことしてたんだよ、うん、説明してたありがとう。あのトレード機能ミラーボールがスエちゃん、はいはい、トレード機能が、うん、トレードできるようになってほしいなってさ、ファンの方とか言ってたんだけど、うん、今日大人の方に聞いたら、うん、やっぱトレードできちゃうと、うん、やっぱパックが買わなくてもトレードできちゃったりしちゃうから、うん、ちょっと厳しいかもなって、ね、今すっごいミラーボール回ってんだよね。本当だ、すごいいい話。1人1回しか買えないから教えてくれないんだけど、ありがとうミラーボール。でもその1人1回1個しか買えないやつに関してはトレードしていいよねって思う。1個しか買えないんだよね、お一人様。もうそれは確かにトレードできてほしい。まあちょっとそれもね、要検討って感じ。まあ私もまた言ってみますね。あのさ、本当に全然書けない話なんだけどさ、今日あのレッスン場でみんながお祝いしてくれるときに、こうスタッフさんが電気消してゆうなちゃんとかがケーキ持ってきてくれたんだけど、あの愛理ちゃん本当に舞台経験したってぐらい大根役者の芝居で、え停電とか言い出して、冗談です、下手くそすぎて面白かった。さえも乗っかったんだよ、だから停電だじゃあじゃあもうバレバレだったから、バレバレだったね、さすがに。でなんかシーンってなっちゃってから、あ停電だって言ったの。なになになんて言ったの、愛理ちゃんの停電の一言が面白かった。あえてね、あえてこれが舞台で学んできたことなのか。トレード数で払うのぞみちゃんありがとう。いいですね、でもなんか不正されない、それ。ありがとうございます。不正利用されない、回数不正してなんかいろいろやるとか、なんかトレードテスト。あと私はさ、またミラーボール回してくれてる、なんか思わないです、ね、ありがとう。確かにね、やばいやばいやばい、何佐藤と塩さんタワー10連っていうの、キャー10連だってやばいよね、それ。私もさ最初知らなくてさびっくりしたよ、来た時にびっくりしたのよ、初めて見たかも。あ、ワールと違うやつだ、ありがとう。違う種類のやつ届いてる、うん、すごい。あれも1回だけ多分びっくりしちゃった、すごい、ありがとう。なるほどね、砂糖と塩さん、メモメモやめてくださいメモメモ。佐藤千代さんは本当にあの何あれだから、私以外のメンバーあんま知らないから今自己紹介しといた方がいい。マジか、市村愛理と申します市村愛理さんと申します。さえ、うん、ちゃん、さえちゃんのことありがとう、尊敬とか仲良くさせていただいてすごい持ち上げてる持ち上げてるよ、ありがとうね。NGT さんが弟してる。そういうこと言えるよね、でも。やる、あの、タワー。どうとしよう。いい名前だね。ありがとうございます、うん。すごいよ、ミラーボール回ってるし。すごい。タワー10連来たし。ありがとうございます。そっか。10連なんかできたのと思ったのよ、いつの間にできるようになってたんだって感じです。10連タワーなんかあったの、伊豆さんありがとう、立ってないだけであったのかな、もしかして。ずっとその あのあれだね、アイコンに似てくる
くれてる。さえちゃん美しき、あ美しい、私の家じゃないのよ、ここ。いいの、いいよ。え、ねえ、パックってさ、いくらですか、ちなみに1個。ケーキを作ってくれたということで、お邪魔しております。そして配信までさせていただいております。画面がギャンギャンにギラギラ、本当にそう。こっそりタワイコ、いや、ありがとうございます、感謝。660円、高い。マジで感謝。1個プレゼント600円、まだ家じゃないのでしばらく無音になります。え、ね、砂糖と塩さんね、まだ家じゃないからしばらく無音なんだって。だからアイリちゃんの声何も聞こえない。アイリちゃんの声何も聞こえない。コメント、アイチが、ね、こっちのアイリって紹介してるよって。しなくていいですよ。自己紹介してるよ。ちょっと砂糖と塩さん無音で充電はやばいでしょう。この方面白い。すごい、そういう人いるよね。今日のさ、私のさっきあげたさ、 X の写真ってか、私今日なんか、そっか、バブい前髪が。でもありがとう、なんだろうみんな、でもこういう色が私の生活支えてくれてありがとう。見える何、私にさ、無益がゼロとかだったらさ、もう絶対まさかの、本当に面白い。皆さん期待を裏切らない。あのみんな生誕祭のユニットは、みんなの力支えになってます。あ、したことないで決まってな、決まっ、若干決めつつあるんですけど、あ、そうなの、確定はまだしてないかな。そっか、うん、660円は高いですから、まああの本当に安いものではないので、あの一個一個 X の写真なんかバブいよね。なんだ、噛み締めながらというか、噛み締め、明日にはメンバーで、うん、すごい感謝しながら開けるわ。私はあの7月6日の開けないから、もう7月6日の出演メンバーと一緒に出るって、メンバー出るって言われてたんですけど、まだかかってるみたいです。でも決まってます、メンバー今年も。そうなの、あの方が私のためにもなってるから、そこはあのなんて言うんだろう、うん、そこは、ね、そうなの、私7月6日2回公演、なんか1年ちょっとぶりらしい。みんな分からんよね、私何もさ持ってこないと思ったら、2回公演だって、頑張ろう。でもあのそんなことない、かなりなんて言うんだろう、ちゃんと私のためになってる、みんなの一個一個が一つ一つのプレゼントで。さえちゃんの生誕祭の日、入籍決まってて、さえちゃんと言うの、入籍、ありがとう、本当にありがとう、だから嬉しいんだよね、ちんちゃん、おめでとう。だってジューンブライド、え、そうなんだ、違うわ、7月だ7月だった、おめでとう、七夕、そう、ね、ちょっとみんな、素敵、優しさを噛み締めながら素敵です。少女のためになる、そう、すごいためになってるんだ、ためになる予定っていうか、まだ始まったばっかりで、ね、ためになります。あいりちゃんの声大きいでしょ。ねえ、大きくない、そっちのってコメントが誰だあいりってコメントが、そう、あの大きいんじゃない、通る声なの。あ、通る声か、うん、司会者向きの声なんだ。あー、なるほどね。そうだから、あれか、 MC とか結構任せれちゃったり。そうだって、小学生から MC してたの、学校で。え、でも全校集会の MC とかしてた。 MC って言わないのそれ司会って言わない、司会者そうなんだ、全校集会の司会とかさ、小学校の頃からずっとやってたもん。サイ放送係やってた。放送員もやったことある、サイ放送係、放送員、ね、家主なのに声、ね、そうだよ、家主なのに声大きくていいじゃん、別に。いいよ、ダメとは言ってないね、ファンの方が言ってんの、そう、読んでんの誰だ、アリの家だと
あるのやろうぞ。MC そう司会とかめっちゃ好きだった。小学校の頃から MC の自覚あるの意識高い。本当にさ、そう面白いね。司会者ね、任されてたんだ。結構ね、いっぱいやって。生誕祭の昼まで仕事になったから頑張ってユニットまでには。ユニットまでには。MC 歴10年超え。先たちより長いんじゃない ?MC。そう、MC 歴10年。どの先輩より長いかもね、あれちゃん。10年以上だね。すごい。その時から自覚あり、声が通る声してるって、すごいじゃん。声でかいかな。そうですよね、まあ、いや、まあまあ、でかいんじゃない。いい意味だよ、してんのよ、いい意味だよ。でもさ、本当にさ、でもさ、うん、違うの、ボソボソ喋ってたらさ、小さいって言われるしさ、あもう分かんないよ、分かんないよ。それは調整してって思って、いつも一人でやってる時は調整してって言うけど、うん、こういう時はちょっと申し訳ないね、さえちゃんのファンのことには。でも、あの逆上がりのリハしてる時とかに先生から、ここ5人声出してなんかしゃ煽ってみたいな、煽ってとか、うん、言ってみたいな時とかに、もう愛理ちゃんいると安心するもん。ガヤガヤというか、愛理ちゃん行けって。さえは街角のパーティーとかね、そう、私と愛理ちゃん一緒に言わなきゃいけないところとかあって、でも私は多分無理だから、愛理ちゃん任せたって言いました。そう、ちょっと聞いといてね、そこ声めっちゃ出そう。え、三日月さん、ありがとう、嬉しい、本当ですか。声ガヤみたいな言わないといけないとことかあるから、うん、ふぅーやっほーって言うんだよ。言うっけ、やっほー。アイリはマリオ、そう、マリオやる、やっほーやっほー。あ、どういう感じ、やっほーやっほーとか言う、ピーチ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 。これはクッパ、クッパ、ママミーヤ、ママミーヤ。街角のパーティーはちょっとね、楽しいです、とても。私大好き、街角のパーティーね、いいね。アイリちゃんが好きなのは逆上がり、逆上がりが好き。知ってます。あと振りして真似しても好きで、パックまた開けます、ゴー。さいちゃん、ありがとう。私も届いてた、本当、うん、ありがとう。アプリのさいちゃんパフェに思えてる、本当、この辺ありがとう、感謝の。あやちゃん、おいちゃん、のぞみちゃん、もっつん、ゆうなちゃん、はると、なんかやることいっぱいで、ありがとう。え、すごい、みんなもさ大変だよね。私いた、私いなかった、ありがとう。いや、なんか大変だよね、みんな、なんか多いよね、すごい、全部スーパーレアだ。開封のね音でかいよね、かわいい。アイリちゃん、未だ出ず、うん、えー、マジで、サイは出た、アイリも出たよ。あ、サイちゃんのは出たよ、ほんと、うん、タタタタ、ありがとうね。今お家帰ってきた、お疲れ様です。戦略って、もう行きたいとこ行ってくいいですよ、みんな、あの皆さん、あのこのレイン、ちょっとハイタッチ会ね、レーンが発表されましたね。もう好きなとこ行ってください。もう私の、私は目つぶってますから。レーンは愛
やいや、どんな感じなんだろう。あれだね、あ、ありがとう。まとめ出しする。え、今回もやっぱあるよね、まとめ出し。はい、っていきます。お、嬉しい。なえりちゃんが聞いてなかった？3期にまとめ出しのこと、なんか。まとめ出し、そう、聞いてたんだけど、あるって言ってたよ、まとめ出し。そうだよね。でもまとめ出しがどういう機能なのかある、あんまり理解できない。だから今までの善悪と一緒ならば、うん、もうその子全て終わった後に、うんうんうん、じゃあ愛理ちゃんだけ行きますっていう人がまとめて券を出して、え、愛理ちゃんずっとこういう感じ。そう、いや、ハイタッチやったことないから分かんない。ハイタッチしたままこうやって喋れるってこと。でも自由だよ多分それは、そのファンの方によるとは思うけど。え、じゃあでも今回がどういう感じなのか私は分かりません。まとめ立ちした方がいいじゃん。ハイタッチ会の経験なくて困ってます。そうだよね。ちょっと誰か教えて、なんか情報共有し合って。個別で喋ってハイタッチ最後に1回してほしいわ。なるほどね。ハイタッチ最後に1回だって。うわ。だから喋る。どっちがいいんだろう。だって、うん、自分の推しメン以外の他のメンバーとも喋れる、うん、けど推しメンと一対一で話したい人はまとめ出しの方が、だからみんな3人ぐらい、あ、4、5人いるなら喋れないと思うよ全然、うん、あ、ハイタッチか、ハイタッチか。いや、まあそれはそう、ジェア君の時もそうだもん、一言二言だもんね。喋れない方ならまとめ出ししてくれた方がいいから、まとめ出しして、あえてね、あの喋りに来てくれる方は来てほしいし、あのまとめ出しで、いや、みんないたらあんま喋れんよ多分。そう、こういう感じでこうタッチして、バイバイってしてペッってことか。ロリレンある、ロリレン。そう、あんまり話せない系なのよ多分、普通のレーンに来たら。けどまとめ出ししてくれたら喋れるって。そうそうそう、飛行機の時間とかってまとめ出しが厳しい方もきっといますよね。そうだよね。時間が最後だからってこと、まとめ出しは間に合わないってこと。そう、うわー、そっか、ちょっと、うん、そっかそっか。枚数をいっぱい、持ってる方はまとめ出ししてもいいかなって。確かに、お時間に余裕があったりとか、そう、時間に余裕があるのと、県に余裕がある、喋れたらいいみたいな。時間に余裕と県に余裕がある方と、喋りたいって人。そう、私、そうね、個人推しメンと話したいよって人は、そういうことですよね。まとめがいいと思います。だから、さえと七日推しの人とかだったら、やっぱ普通のそのハイタッチ会いいじゃん。うん、だからさえち推しの人とかはもう一人一人に行くしかないしみたいな。だからあのレーンも私たちが決めれたわけじゃないから、そうなんだよね、なんとも言えないんだけど、もう私たちもみんなと同じぐらいのタイミングで知ったので、メンバーというかこうレーンの人、うん、だからそういうペアで推してますって人がたまたま一緒だったら、もうずっとねそこに入り浸ったら最高じゃないですか。1回でもこの1回の温かみもあるね。レーンは誰が決めてるかちょっと分かんないんですけど、レーンばらけてる大変。まあ確かに、まあでもまとめも全然来てほしいけど、そう。でも絶対にこう今回は7期生と先輩って感じ、うん、ではあるので、そう、終わり、初めましてのこうね、ね、中の下でいっぱいいるから、うん、どうしよう、終わる頃にさ、もう7期推しになってたら、そう、あ、一人だけしかできない、やめてよ、喋、ね、りたいなって思うけど、7期見たら産んだ顔したいです。どうしようかね。うん、そうして、ちょっとお願いします。7期緊張ねえ、なんで7期の方が緊張してるから多分大丈夫。ね、当日買えるんだよね、でもちょっと少し当日券待ってる待ってる、確かちょっと買えるじゃなかったありがとう、おめでとう、ありがとう。うんうんうん、
私も7期生のことはあんまりまだ喋ったことないからさ、うん、その日にね一緒の連の子とかお話できたらね。なんかそういうさこう縛り何なんだろう、例えばでも3期連ありますよね、私とゆなちゃんいないけど、うん、とか愛理ちゃん、あきちゃん、あきよしさんだっけ、いや、エレさん、あきよしさん、エレ、あきよしさん、愛理ちゃんの歌うまいね、うん、ユニットやった、あと七木ちゃんもいるよね、一人いるかな、うん、いるよ、絶対。でも、あんま喋れなくないっていうことハイタッチ帰って、うん、レーンに本当に早いと思うけど、でしょ、そうだよね。あ、でも一回全、なんかレーンでこう握手はしたことあるんだけど、なんか記憶の片隅にあるんだけど、あんま喋れなかった気がするんだよね。しんちゃん、そういうの、そういうなんかこう組み合わせのレーンがあればみんな決めやすいよね、行く場所ね。本当にそういう感じで決まってないから、アイリちゃんおしゃべりしたいから。アイリしゃべりたい、ね、アイチずっと話せないことを心配してて可愛いって書いてあるよ。え、アイリね、前半は、11連勝、アイリね、アイリなんとかなんだけどね、アイリねってすぐ言うのみんなに共有したんだ、アイリね、なんとかなんだけどね、え、アイリね、今日ね家族に話す感じ全く、うん、そう、そんな感じ、いつも。前半は11年ありで、後半は11年、あ、どっちも11年でした。私は11年、え、さやちゃんは前半は、うん、5連、後半が前半5連、後半が9、あいりは前後半です。あ、こういうのお見送り的なイメージ、あー、確かにそんな感じなのかな。でもお見送り昔ハイタッチしてたじゃない、うん、そういう感じかな。そっか、で前半も後半もそう、それぞれにまとめなしあるよね。前後半それぞれまとめなし、あ、それぞれあるの、終わってからじゃないんだ。ええ、ちょっと待って、終わってからだと思うけどね、違うかしら、9か、ハイタッチハイタッチしてたの2014年頃な、終わってからってよ、あ、すいません、まとめ出しは、最後に、そうだよね、だって飛行機の時間とかね、もうね、全部が終わった最後なのよ、最後だって、そうで、私の記憶が正しければ一旦楽屋に戻るじゃん、うん、で呼ばれるの、はい、市村さんどうぞって、あ、 そ, う、そしたらそのまとめをで来てくれてる人がいてみたいな感じだった気がするな。お待ちしてます、誰から呼ばれるかな、ドキ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 、誰から体育館を呼ばれるかな、ドキドキ、修羅場じゃない、何人もいたら、ん何人来てくれるかな、ね、うん、そう、メンバーの順番決まってなくて空いたレーンから続々とみたいな感じですよね、うんうん、のぞみちゃんありがとう、くまたわありがとうございます。アイリちゃんお腹すいた、あ、でもお腹すいてグーグーなったなったの、うん、え、体育館裏で、ね、待ち合わせね、だるーさやも言ったか、体育館裏で待ち合わせね、ちょっと真似しないでよ、体育館裏だからこっち校舎裏とかにして、いや、さやは正門、正門堂々としてますね、はい、隠さず正門前で、あ、よかった、体育館裏待ち合わせ、体育館
さん、またありがとう。タワーありがとう。サイが、サイがちょっと思い出不的なの言ったからかな。最近もうラジオでも全然言ってませんね、そういうの。そういうの全くやってない気がする。まとめ何枚以上ってなんか聞いてますけど、あ、1枚から OK だって。え、1枚から OK だって。まとめっていうかもう本当に個人で、でもそれは最後までいないといけないっていうことです。個人で1人に行く、来てくれるって相当だね確かに。まとめ出し全員一度にできないから時間制限のある中学生からかなって。そうかもね。もうファンの方も待たせるし、あのそれ、そうかもしれない。その上で、その上でも愛知個人体育館裏行くよっていう方だったら待ってます。アニョンハセヨ、個人で行きたいっていうか、もうそうだね、後半くらい行こうかな。あ、うん、全然それでも韓国行きたいね。剣残しておけるかな。そう、剣残しておいてくれればいい話ではあるよね。これ食べたいえ、食べる？あとで食べる、うん、行ってもいいですか。来てください。1枚でまとめに参加しました。あ、じゃあもう残しておいてくれたら最後まで入れる方は、時間的に入れる方はちょっとね、1枚でもあったらいけるか。え、これチョコペンで書いたの？そうだよ、黒のチョコペンで書いた。黒のチョコペンとかあるんだ。難しかった、文字書くの。すごい難しかったけど、リハの後で疲れてたけど、そういうじゃん、すごいすごい難しかったけど、リハの後ですごい疲れてたけどやったんだよね。そう、ありがとう。本当に疲れちゃってたけど、うまくできました。すごい言ってる、すごい言ってる、すごい大変。聞こえてるよ出た、最近さん出た、うん、これ私の最近のハマり、ね、ヒカキンさんみたいな人があのいたんだよね、うん、目撃した福岡で、福岡の電車にあのヒカキンさんの T シャツ着て、ま、あのメガネして、マスク、黒マスクして、なんかヒカキンさんみたいな髪色で、髪型もそれでめっちゃ似てたよね。めっちゃ似てた。そう、え、ヒカキンさんじゃないみたいな言ったら、なんかグッズ T シャツ着てた違う方で、なんかでもちょっと寄せてたよね。寄せてたよね。だってすっごい似てたもん。似せきん面白いね。福岡にもいろんな人がいます。福岡の、そう、電車にいたの、すごいよね。ブンブン。東京は配達だけ、福岡はまとめだけ。ありがとう。嬉しい。ね、ブンブン。ハロー YouTube。ハロー YouTube。ちょっと。はい、すいません。勝手にさ、人の小道具をメガネかけてみました。かわいいもん、これ。あの、これからあのさやちゃんがインスタとかツイッターとかいろいろ載せてくれると思うんですけど、アイジがね、写真撮ったんですよ、いっぱい。あの、いろいろさやちゃんが使ってる小道具、私のですから借りてます。でも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 、うん、あの、私すごいいい写真撮りました、市村先生の、ね、はい、撮ってくれたんですよね。でもちょっと後でどれのせいかちょっと厳選しよう、うん、相談するね。はい、私に、うん、ちょっと撮ってくれたのかちょっと迷ってる、どれがいいか。いいよ。28歳、おめでとう。見えないですね。ありがとう。なんか
背筋一切なしに見えないわ。ほんと、うん、すごいわ。じゃあ何歳に見える？ん？ 35 歳なんじゃこいつ。っていうのは嘘で、何歳に見える？でも20代でもな、大人っぽいっていうのはあるんだけど、それが決して老けてるじゃないから、さやちゃんはすごいよね。ありがとう。大人っぽくて綺麗なんだけど、リアルに何歳だ？でも25とか、なんとかと一生いけるかもね。でもそれだと1個が変わるの、それもちょっと無理があるよね。あきちゃんじゃなくて、間違えた。私がちょっと間違えた。あきちゃんの話してた。タスクさんありがとうございます。25、6、ありがとう。タワー、さすがに24には見えない綺麗さなんよ。だから15、6とか。年齢不詳でいいと思うよ、さやちゃん。今後別に不詳にする必要ないんだけどいや、不詳でいけるぐらい、なんかそのマジでわからん実年齢と、うん、なんか全く。やっぱでも私メイクでも、うん、格好でもめっちゃ変わると思う、自分が。なんか、ね、そう思う。綺麗な人は年取らないね。まあ確かにそういう部類、さえちゃんって取らない感じ、年取らないねって。ありがとう。すごいね、本当に。ありがとう。18歳でしょ、すごいな。HBD、 そうで、ハッピーバースデー。メイクで変わるよね。なんかまつげとかアイラインでしない方が幼くなるっていうか。そうだね、しないと。さやちゃん8歳です8歳になりました。そう、さやちゃん8歳、メイクして28歳になります。うん、ブンメイクで20もメイクしたらやっぱね、大人っぽく若々しく生き続ける秘訣は、多分精神年齢が結構低いと思うので。聞こえてますよ、いつもさ声大きいけど久しぶりにひそひそ話してると思ったらさ、なんか聞こえてたけど、まあなんか遊び心とか大事にするっていうのが若々しくしね、入れる秘訣だと思います。そういうとこですよ、ね。うんうんうん、聞こえてますよ、精神年齢がどうとか言ってらっしゃったようで。空耳では、空耳かしら。空耳では、まずは遊び心ですね、うん。そうだ、今日もまつげとかアイラインがさ、そんな、なんほぼなんか、うんうんうん、してないからこそそういう顔なんかも。いいね、なんかね、やっぱね、変わりますよね、女性は。変わりますね、メイクで。変わりますよ。はい。変わりますよ。リップの色かわいい。あ、ありがとうございます。別に私今リップ塗ってなくて、あの、愛理ちゃんの薬用リップを買って借りて塗りました。全部書いて。全部書いてます。はい、そうです。何にも持ってません、メイク道具を。今違うのよ、ツイッターのフォロワーさ、うん、あの減ったり増えたり減ったり増えたりするからさ、うん、ね、困るね。なんか海外アカウントとか一気に凍結とかされちゃうと。あ、そういうことなの。なんか急にめっちゃ減って、わかるみたいな。普段中学生とかと話してると若くいられるかも。まあ、小さいことを話す機会多いからね、それもあるのかな。そうでもないよ、30超えてもますます美しくなりそうね。もうマジで楽しみです、さやちゃんの30代楽しみすぎ。どんな感じなんだろう。最近チークしてさやちゃん可愛いかも。30代なのに綺麗っていうの。そう、最近チークをワクワクするよね、ステージの時こういう風にしてます。ちょっと早く見たい、さやちゃんの30代。あなたさ、あなたさ、
そんなこと言って、さえちゃんの3歳の頃が一番可愛いみたいな。いやちょっと3歳推しでしょ、そちら3歳推しでもあるけど。そうでしょ。30なおやくさん、くもありがとう。この綺麗さがちょっとな、本当ニュース、仰天ニュースです。さえアイドルじゃなくなったら多分一気に老けると思う。ダメだよ、だからもうアイドルでいや私思う、なんか見られる仕事じゃないと、もうそういうことだよ、すぐブサイクになりそう。芸能人の方ってでもすぐなんかそう言わない、なんかすごいさ、お仕事あった方がやっぱ人に見られた方がっていうのは、えそれな、だから柏木さん、柏木さん超えのアイドルが誕生してほしいです。さえちゃん頼みます。私もさえちゃんに会えなくなったら女子力なくなるよ。何素敵。でもそう、私のあのファンのみんなさ、意識高い系多くてさ、こっちがなんかやばってなる。本当男性も女性もどれどれこちらの村には意識高い系いらっしゃるかしら。まあまあ女の子はね、うんうん、本当になんて言うんだろう、すごい準備してきてくれて、男性の方は準備してないみたいにじゃないんです、これからちょっと男性の方は結構身だしなみ気をつけてきてくれてる気がするんですけど、うん、どうなんでしょうか。やっぱいろいろ意識するとこあるんですかね、みんな。なんか女の子ってさ、目に見えてわかるじゃん、髪巻いたりメイクしたり、うん、ネイルしたりとか、なんか洋服とかおしゃれとか見えるけど、なんかファ男性の方ってまあそういうなんて言うんだろうね、そういうもう明らかなんか、えそうだ、違う、私たちは、うん、その女性の大変さ、例えば髪の毛長くてドライヤー大変とかスキンケア大変、うん、メイクもよれるからマスクとかもしたもんなら、うん、もうそれも大変とか、リップちょっと薄くなってきて、あまた塗り直しとか、そういう女子の大変さは分かるけど、うん、男性だってひげを剃ったりとかさ、なんかいろいろあるわけじゃん、私たちが知らないだけで。そうだね、寝癖直してちゃんと、そうそうそうだからやってきてくれてるんだよ。でもなんかみんなちゃんとなんかさ、朝早くても結構しっかりさ、なんていうんだろう、ちゃんと身だしなみ整ってるから、そこはやっぱ頑張ってきてくれてるんやなって思うんだよねなんかすごいんだから、女の子を褒めることが多いけど男性の方ももちろん女子の大変さが分かるからこそ褒めちゃうんでしょ。そうなんだよね、それはなんか共感して、ヒゲ剃り30分かかる、ほらそういうの知らんやん、こっちは。そう、わかんない、ヒゲ剃りそんなかかるんだ、生えないから、そういうのわかんないじゃん、してくれて。でも女子も女子でやっぱ大変だと思う。もう前髪1個でもう1個前髪が変な方向向いたりうねったら、もう女子はその日気分下げって感じなんで、もうそういうのもね、男性にもあるかもしらんやん。まあね、確かに。でもそういうのは普段よりはだいぶ気使ってるよ可愛いよな、でも男性の方がそういうのこう気にして意識してきてくれてると考えると可愛いね。とんかつ上がった、うん、知らん、女子とは違った可愛さが感じる。いい、私的には。筋トレね、偉いね、筋トレすげえ、筋トレ日課だって、すげえ、素晴らしいじゃない。そうだよ、風強い日とかね、うん、湿気の日はさ、もう女子の皆さんもう悲鳴です、前髪が吹き飛ばされま す、ね、すごい前髪がね、うまくいかないとイラ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 しちゃいます、本当にやだね、うん、それぞれ皆さん大変ですね。ありがとうねありがとうね、意識してくれて、なんかそう、うん、なんか身だしなみとかね、頑張って素敵よ、みんな。お腹鳴った朝ちゃん。うん、お腹鳴ったでかい音が聞こえたよ。だってさ、目の前にケーキあるんだよ今。そっか、しかもあいたち今日何なんか食べてないよね、待てされてる気分。生クリームとかしか食べてない。何も食べてない、うん、あ、ケーキ食べたかちょっと、うん、それだけだよ。そうだね、朝も昼も私たちは食べていませんね。あー、今ね、
って咲いてんの。裏裏サラサラにしてた。匂いだけ。それ気づかないわ。気づかないわ。食べたいけどまずちょっとご飯食べてからがいいかなって思って、これはちょっとまだ待ち。いいですね。ステイ。リハお弁当ないですよ。リハお弁当ない。今日長かった、まあ、いつもよりは長かった、うん、長かったね。いや私たちよりは特に長かった、うん、九州大雨です。はい、下これ送った、ありがとう。大雨です。なんか今日リハの行く時全然降ってなくて、うん、雨降ってなくて傘持っていくか迷ったんですけど、うん、あ今さっきめっちゃ降っててびっくりした、ね、ちょうどもう外に出てなかったからよかったけど、あの天気予報見たら全部さ雨でさ、もうなんかテンション下がります。明日から全部雨。そうだよ、低気圧。どうしたらいい、何どうしたらいい。靴とか濡れるじゃん。なんか毎年梅雨来てるのにさ記憶がない。いつもあれ買いなよ長靴。どう乗り切ってたっけ。え長靴持ってる、さえちゃん。長靴持ってた、ね、え持ってた。スナイデルかどっかの長靴持ってた。いいな、欲しいですね長靴。多分あの妹のところへ。アローンさん、ちゃんゆうありがとう。ついに私のスーパーレア来ました。白のスニーカーね。イエーイ、2枚目ついに来たぞ。スナイデル。え、すーちゃん、ホットモット明日まで乗り弁360円だよ。だってん乗り弁って何。乗り弁どんな。すーちゃん、乗り弁知らないみたいです。海苔が緊急速報。海苔が乗った弁当っていうことでしょ。だどんなやつって。食べたことない海苔弁。あの 魚の白身フライとか磯辺揚げとか、あ、なんでか、あちくわ、ちくわ、あれね、ちくわ揚げみたいなとか、あの乗ってるやつよ。事務所にたまにあるやつ。いや最近はないと思う。じゃあんま食べたことない。食べたことないって。いや、あるよ、あると思うよ。自分で買ったことないでしょ。それはない。うわ、のり弁、のり弁ね。私すごい大好きだったんだけど、あれのり弁っていうの。中学校の時とかめっちゃなんか部活前とかに買って。磯辺揚げたよ。磯辺揚げ美味しいよね。磯辺揚げって言うんだっけ。磯辺揚げ、うん、ちくわの。のり弁知らんって。あれ美味しいよね。給食でなんか出てて美味しかった。のり弁知ってる、言われたら知ってる。買ったことはないよ、多分。あるある。栗原家は買わんね。うん、買わん買わん。白身フライは絶対美味しいね。あのホットモットの最近ガパオライスが美味しいなって思います、うん、私。あのいい、ケータリングにいらっしゃって本当に美味しい。庶民派にこう寄り添う。違いますよ。いや、さえちゃん本当にね食べたことないんだよね。でもアイリちゃんと出会ってなんかいろんなもの食べれるの。アイリが共有してます。はい、いろいろなんか冒険ですね、うん、なんかもう冒険した方が楽しいですから。さえが今気になってるの一個あるんですけど、うん、アイリちゃんが美味しいって言ってたやつで、うん、なんかキュウリの漬物みたいな。あ、キュウちゃん。あ、キュウちゃん、キュウリのキュウちゃん、キュウリのキュウちゃんっていうのが美味しいって言われたの、うん、食べてみたい。あのご飯のお供ね、うん、白米のお供ですよ。キュウリのキュウちゃん食べたことある。みんなアイリすごい好きなんです。いや、アイリちゃん、アイリちゃんあれですよ、結構食にお金使います。え、さやちゃんとなんかいるからだよ。いや、アイリちゃんだって、うん、あの、いやでもいい方を頼もうとするじゃない。あ、さえちゃんといるとなんか舌に合わないかなと思って。違う、だってアイリは何でもいけるもん。いや、さえも別に何でもいけるよ。いけないよ。いけるんだって。ターさん、ターさん、アイリちゃん推し、ありがとう。でも知ってるじゃん、さえちゃん一人だったらさ、アイリ家で欲しいもかじってるじゃない、うん。
きでしょ。それはそうだった。そう、一人の時もう全く食べなくてもいけるんですよ。なんかあんまり一人で食べると美味しい。私この前すごい悲しくなったというか、あの私が、うん、あの3期のね、うん、なんかリハ終わりで町があって、うん、エレとみーちゃんとゆなちゃんとさご飯行ったんですよパッと、うん、その時になんかあいりちゃんからお昼ご飯食べたって何食べたのって言われて、うん、4人が食べたやつを写真送って、うん、うちらこれ食べたって送ったら、うん、あいりは欲しいも食べたってきて、なんかあいりちゃんに買っていってあげようかなって思ったぐらい、さえちゃんたちからはステーキとか、なんかお肉のステーキとか、うん、あのビビンバ食べてる人もいたし、そうすごい美味しそうな写真送られてきて、あいりは欲しいも食べ、あいりは欲しいも食べてる家に欲しいもしかなくて、でも買いに行くのもなんかちょっとめんどくさいし、一人だしもういいやと思って、うん、そっか、一人でいる時はマジ何でもよくて、うん、とりあえずなんか小腹満たせばいいかなって、だからさえちゃんと行く時だけなんか美味しいものを共有したいっていう感じかな。そうなの、さえちゃんとっていうか人といる時だけ、うん、美味しいの共有できるじゃん人といると。一人だともう何でもいいマジで。そういやいや塩抜き時期じゃなくてもあれ欲しいもんは結構ストックしてて、なんか一人でいる時は欲しいもんかな。でも私も食わず嫌いとか、うん、そう見た目でちょっといいってなることも多くて、愛理、うん、ちゃんに言われて美味しさに気づいたりもしました。さえ、うんね、ちゃんからナマコを、ね、ナマコ美味しいんだよね、ナマコ美味しいよって言われて食べたら好きなの、好きになりました。でしょ、うん、あ、そろそろ、あ、え、もう1時間経ってた、うん、そろそろ終わろうかな。一人暮らしとシェアだ、え、わかる？嬉しい。マジ？なんか栗とか欲しいのとか、なんか家にあったら欲しいもという言葉の響きがなんとなく寂しく感じてしまう欲しいも結構美味しいし、美味しいよね、お腹たまるから、あのオーブンで焼いたら美味しいんだよね。マジ？美味しい、欲しいも、そうなんだ、うん、でも温めない方がいいと思う、芋。確かに、その美味しく食べるか、美味しく食べるなら焼いた、ダイエット目的かとか。でもちょっとなんか血糖値上がりそう、わかんない、 GI 値みたいなの上がりそうじゃない、温めたら。ありがとうございます。え、スナイデルのレインブーツ高いって、ちょっとそうなんですか。え、新しいの出てるのかな、うん、もしかしたら欲しいもレンチンも、あ、そうなんだ、欲しいも食べんよ全然そんな。いや、たまにくれる、あげる。ゆうきさん、ありがとう。さえちゃん、自分では買わんでしょ。ありがとうございます。欲しいもね、あの喉に詰まる、なんか苦しくなる胸が苦しくなる気がするから、なんかそう。もうさえちゃんってさ、すぐさ痛いとか言うしさ、違う、痛いんだもん、痛くて痛いって言ってんだよ。なんか大げさとか言ってくる。大げさよ、すぐ痛いって言うからさ、こっちもさ、え、大丈夫、ごめんねってなるじゃん、うん、ちょっとぶつかられた時、痛っとか言って、いや、痛いんです、すごいよ。欲しいも食べると胸が苦しくなるなんかやばい、おもろいよね、詰まる面白いわ。でもまあ、まあ、かだから水分は持ってかれるけどね、胸が苦しくなるの、それはなんかちょっと違う意味含んでるよねかわいそうな目で何か持ってたし、違うよ、私が自分が食べたらって、アイリーがさ、そうひもじいもんね、違いますから、好きで食べてるの、水分必須だよね。いやマジで本当に面白いでしょ、なんかほんとコーンもさ、生活スタイルも今まで違った人間がよくさ、違った人間によくさ、なんか、うん、何なんていうのこう、うまく確かに仲良くできてますけど、まあ、ださえちゃんが合わせてくれることもあるし、私が合わせてくれる子も、あ、合わせてくれあげるあげることもあって、そう、そんな感じ。マジで生徒さんと違う、よくもまあ仲良くなったよね、それな。いや
もね、うん、あの日向と仲いい時、うんうん、愛理ちゃん、愛理がね、日向が HKT いる時で、うん、なんかよかったじゃん、その時からなんか、うん、あ、なんか面白そうだなと思ってた、うんうん、愛理もその時にね仲良くなってればさあれだけど、いやで私、うん、あの一緒に3人でご飯行こうって言ってたの、日向と、うん、でも愛理ちゃんがあんまり多分来たくなかった、愛理結構遠慮してたちょっとさえちゃん怖いからって思ってね勝手なさ、勝手なイメージを持たれてました。なんかそう、日向さんとはご飯行ってたけど、さえ、うん、ちゃんとは行ったことない。なんで怖いイメージだった？ちょっと怖いかな、話すことないなみたいな。おい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 、でもね、確かにシュートかね、優しかったですね、全然違った。関わってそうですよ、見た目で判断しちゃダメですよ、人を。見た目じゃないよ、なんか雰囲気よ、雰囲気、なんかそのうん雰囲気、そうかな、関わったことなかったから。そうだね、全然ね、そうやめてよ。でも仲良くはなりたいなーってもうずっと思ってたけど、本当かな、きっかけがなかった。だっていつも誕生日でも一緒に一緒にタコパしたよね。タコパした、さえ全く記憶なくて、うん、あゆちゃんがいたこと、うん、ちょっとあゆ覚えてんのにひどいよね。え、ど誰がいたと、ねねさん、さえちゃんとか、まあ、あとそれぐらい、マジで覚えてないのよ。そう覚えてたんだよね。そう、情報なしさえちゃんはちょっと怖くない、なんかやめてよでもこうやって喋ってるところとか見たら、なんかまあなんかなんていうか知れるんだけど、うん、なんかあんまりそう関わる機会なさすぎて、うん、ということで私はまず先に終わります。ではランキング見ます。13位スミスさん、12位のりさん、ありがとうたくさんお祝いしていただいて、10位丸ちゃん、9位くるちゃん、8位こばこば、7位やすさん、6位ズッキーさん、確かにうなきの怖い先輩ランキング聞きたい、4位さん、3位あおいちゃん、2位ぞうきんさん、1位ペイちゃん、いい子ね、今日も週怖いって言われました、スタッフさんたちも言われてた、週揃っていると怖い、ね、失礼、スタッフさんが言うの失礼、ありがとう、カメラマンさんとかにも言われてた、ちょっと遅く怖いよって、あ、ちょっとダメ、怒んないと待ってて、ただいるだけなのに、またね、ありがとう、私もそろそろ終わりますね。ではランキングを読みます。すごいみんなギフトたくさんありがとう。ちょっと全然読みきれないんですけど、13位ヤマケンさん、12位タスクさん、11位シュンタロウさん、10位シルちゃん、9位アリマルちゃん、8位アローンさん、7位イズさん、6位ズコショウさん、5位ナーヤックスさん、4位アラシさん、3位イシさん、2位タノベチさん、1位のぞみちゃん、ありがとう。あれ？これさ、更新されてんのかな、うん、されてるでしょ。でも佐藤と塩さんとか名前ないけど、え？それ累計とか読んでない？違う、ライブ、ライブ？うん、じゃあそれ以上に投げてたとか違う、マジ佐藤と塩さん入ってないランクに、されとる、更新されてた、ない、ありがとうございます、更新されてたあー、さっきまで、そういうことなんだね、今された、いや、配信抜けたからじゃないって、あー、そういうの関係あるの、え、ショールーマーでも知らなかった、抜けたら、え、もういるか、そのランクインはしてるかと思った、ね、お、ショールーマーでも知らない事実、ありがとうみんな、愛理ちゃんもありがとうね、いいえ、バイバーイ、さえちゃんね SNS とか更新すると思うのでぜひ見てください、すごい言うじゃん、今日か明日か明後日か更新しますだってまだ写真が多すぎてちょっと厳選します、今日は無理か、待っててください。
じゃあねー、アイリちゃんもありがとう。どういたしまして。皆さんありがとうございました。お祝いしてくれて今年も精一杯頑張ります。ありがとね。またね、バイバーイ。